えー、子供が担任にあまりにひどい指導を受けており、担任や教頭に訴えても教育委員会に訴えても改善が見られるどころか、他の関係ない教師からもひどい態度を取られました。面倒なことをとどめきなお校長に面談を取り付けましたが、どういう切り口で話し合う問題解決すると思いますか。時系列でメモは取ってあります。えっと残念ながらメモがあるだけだと多分もみ消されて終わりですね。結局学校も大人の社会と一緒で、証拠がない場合って権力者が勝つんですよ。 大人ののの社会の場合って証拠ががある方が強いので、なので権力ががななないいい場合は証証拠拠をを作るり取った方でいいです。ので子供に録音するあの IC レコーダーなんかをそのランドスリーで一般にして授業中とかずっと録音させるみたいな感じでその続きさせておいて証拠を取るとかっていうのでこういう証拠がありますよこれを教育委員会に出したりとかじゃあメディアに出したらどうなんですかっていうのを言えばいいんですけどメモって別にどうとでも書けるので証拠としては能力はないんですよ。 なので本当に戦って勝つのであればきちんとショを作った方がいいと思いますえー、23歳女中卒無能です地方で年収650万ほどの小さなバーを共同経営していますゆくゆくは一人で何か本業を経営したいのですがどんな仕事がいいと思いますかまたそのために取得した方がいい資格などありますかまあ、でも地方で年収650多分相当いい状況だと思うので多分その飲み屋さん向いてると思うんですよね なので、接客系をずっと続ければいいんじゃないかなと思いますけど、ただ、今、23歳だから割とうまくいってるっていうのがあると思うので、なので、若い女の子を店員としてちゃんと働かせるためにも、若い女の子シリ合いができるようなあのコミュニティにどっか所属しておくといいんじゃないかなと思います要は、自分自身が年取ったとしても、若い店員さんがいれば、男性のお客さんと来てくれたりするので、若い店員さんをどっかで引っ掛けられるようなコミュニティとかに入っておくと。 例えばなんかあのそのコミケ友達とかで年下のなんか漫画描きたいって言ってる子がいるとかってだったらじゃあその子を仕込むみたいな感じでなので年下の女の子のコミュニティがどっかにあるといいんじゃないかなと思います。